第10章恩義平行を忘れず。というわけでどうもこんにちは、マッキーです。今回も龍が如く7やっていきたいと思います。言いにくかったな、さっきの題名。さあ、小笠原くんを捕らえました。今回は尋問からです。よー、さっちゃん、ナンバはどうした？弟さんに会いに行くってすっ飛んで行ったわ。おー、それはいいことだ。本当に無事か確認したいって。そりゃそうだろうな。でもマジでよかったよ。よかったよね。正直俺はもうダメかもって思ってたよ。あだっちゃん、まあ、たまにはいいニュースもあるもんだね。え、でもなんちゃんとここでお別れかな。え、あいつはもともと弟を探してこの町に来てた。ああ、目的達したからか。もう俺らとつるむ理由がね。そんなことないでしょう。そうだよね。いてくれるでしょう。とりあえず今はあいつを吐かせることだ。小笠原くん、喋ってもらおうか。若のことを聞かないといけねえからな。そんじゃ始めるとするか。ヤクザじゃないから僕ら。大丈夫だって。届いてくれ。本当にビビってんな。大声を上げんなよ。変な真似したら容赦なくぶん殴る。ああ、極道でした。逃げようとしてもぶん殴る。ああ、聞かれたことに答えなかった時もぶん殴る。極道です。答えねえじゃねえか。孫悲を見るな、孫悲を。何美人見てんだよ。小笠原、あんたは近江連合とどう繋がってんだ。どうして近江の連中を自在に操ることができるんだ。青木さんの力だろ。答えろよ、ぶん殴るぞ。おい、答えねえとどうなるか。さっき言ったよな。殴るなんてそんなことなさらずに。あれ、はな、生ぬるいこと言ってたろ。こいつはハン様、今頃近江連合はあなたのことを探しているかもしれませんね。ですがそれにはまだ時間がかかるでしょう。あなたの爪を全部剥がすくらいの時間はあるはずですよ、ね、あらら、爪の跡は指いくか。忘れるな。お前らのおかげで我が家は焼け落ちた。爪をすべて剥がされてもそれで終わると思うなよ。あらら、うまい、小笠原くん、早く喋ろ。わかったか。じゃあ近江連合との関係話してもらおうか。なんでお前が近江の手綱を握ってるのか。それからだ。近江の手綱を握っているのは私じゃない。だろうね、バカでしょ。でしょうね。じゃあやっぱり都知事が。ああ、青木亮。そうだ、知ってるだろう。なんで青木亮って名前になったんだろうね。都知事は青木亮って名前を使うようになる前、もう一つ別の名前を持ってなかったか。ビビってる。若だろ、若。隠すなよ、全部お見通しだ。いや、え？荒川だよ、荒川。荒川正人。なんでその名前を。自分しか知らないと思ってたのか。俺は昔あの人を若と呼んでた。そして若に俺は一と呼ばれてた。ワン。まだ登場会だった頃の荒川組でな。お、そこまで知ってるか。やっぱり青木亮は荒川正人だったんだ。なんで立ってるんだ若が。そこ知りたいよね。車椅子だったじゃん。はい、ちまえよ。私はあの人に会ったのはもう20年近く前。留学先のアメリカだった。アメリカ。政治と経済を専攻していて、頭の切れる学生って印象だった。おお。
まあ頭良さそうだもんな。青木亮。ああ、もう一つの名はもっと後で知った。車椅子使ってなかった。お？ただ前はそうだったと聞いてた。昔はそんなに体の具合が悪かったのか。手術受けて成功したってこと？ああ、なら多分渡米した後治療を受けたんだろう。ああ、アメリカでね。アメリカでなら未認可の手術だろうが、金さえあれば何だってできるからな。ああ、あの変な薬使ったんじゃない？アメリカで何不自由なく豪勢な生活をしてたからさ、金持ちってのは一目で分かった。まあそれを見て俺も付き合って損はない相手と思ってたよ。ああ、お金で。そして卒業して日本に戻った時、俺は改めて知った。ああ、極道ってこと？あの人が金持ちだと思ってはいたが、そのレベルは想像以上だったということ。そして金を持ってるだけじゃなく、裏社会とも太いパイプを持ってるってことな。でも荒川組ってそんなにお金持ってなさそうだけどね。裏の力さえ動かせる、羨ましいほどの環境だ。でもあの人は何一つ満たされちゃいなかった。なんだ？あの人は全く別のものを求めていた。全く別のもの？あ、表の力だ。違った、女の力じゃなくて女じゃなかった、モテたいじゃなかったな。世の中には金にもモテたいかと思ったのに従わない人間がいる。その相手を屈服させるものは表の力こそその答えだと言っていた。堀の内へ。表の力とはつまり人気だ。人気？あ、人気？幼稚な発想だと思ったが何も分かっちゃいないな。承認欲求ってこと？じゃあ教えてくれ。文字通りの意味さ。名誉欲じゃん。人気者に勝てるのはそれを超える人気のある人間だけ。他の者が文句を言ってもやっかみにしか聞こえない。なるほどね。人気は金や裏の力じゃ手に入らない。だがそれを手に入れない限り絶対的な権力も手に入らない。そしてあの人はあるポジションに狙いを定めた。それが東京都知事。都知事？微妙じゃね。東京都知事こそこの国で最も人気を効率よく権力に変えられる存在だ。うん？総理大臣じゃないの？なんでだよ。お、だったら総理大臣とかの方が偉くねえか。総理は民事党の政治家たちが内々で決める役職に過ぎない。今で言えば民事党の連中が慣れ合いで決めてるだけだ。ああ、なるほどね。でも都知事は1000万の都民から直接選挙で選ばれて初めてなれる役職だ。お、人気だ。得票数がそのまま権力の大きさを表すわけさ。でも金は国家予算とか総理大臣の方が動かす金は。バカめ。都の予算規模は14兆円。アジアやヨーロッパの一国に並ぶんだ。あ、なんか聞いたことあんな。これ人気に支持されつつ法外な金が扱える、これ以上の権力がどこにある。小池さんも頑張ってんね。だから青木亮は私と出会った当時からすでに都知事の座を見据えてた。そして私はその遠大な計画のパートナーとして選ばれたんだ。あ、そうですか。ブリーチジャパンの設立もその通過点に過ぎない。パートナーね。しもべの間違いだろ。あ、そうですよね。大変じゃねえか。若は人使いが荒いからな。なんだよ、鼻で笑うのよ。まずはブリーチジャパンについてだ。じっくり小笠原から聞き出してやろうと。都知事ってそんなすごいんだね。初めて知ったかも。まあなんか国家予算ぐらいあるというのは聞いたことあるけども。まあ行きましょうか。さあ、続きを聞かせてくれや。ブリーチジャパンを作ったのは若の考えだ。若だろ？それともあんたの？小笠原は何も考えてねえよ。あの人だ。世の中のグレーゾーンをなくそうってお題目も。ああ。その話を聞いたときは私も青臭い上にありきたりなスローガンだと思った。へえ。
なのについてったのはなんでだ。金があったからでしょ。ただあの人は荒川組の力と金で最初からある程度の人員を組織できたからな。そこが他の人間にはない強みだった。政治はスローガンじゃない、結果が全てだ。お、結果が出せる可能性がある以上ついていって損はないと思えたからさやっぱ若はあんたみてえなのを操るのがめちゃくちゃうまいな。頭が良くて金と力に弱い人間ってのよディスってんだぞちゃちゃ入れて悪かったよ。それからブリーチジャパンも結成当初はちょっとした若者の集まりとしか世間に認識されていなかった。認識もされてなかったんじゃない。腐敗の根絶、平等で公平な社会、そういうことをひたすらあちこちで叫び続け、金と時間を使っていた。そんだけ。そりゃ金と時間の無駄遣いってもんだ。俺も最初はそう思った。でもあの人にはその先が見えていた。ん？よく分かっていたんだ、今の時代ってやつをな。今の時代ってやつ？若者の人気ってこと？腐敗を断ち、平等な社会の実現。確かに聞こえのいい言葉だ。でもそんな青臭い言葉でも懸命に叫ぶ人間を誰も批判したりはしない。むしろ世間は褒めてくれる。叫ぶ人間が何者であってもだ。学もなく努力したことさえもない、そんな若者でも世直しを叫ぶだけで人々に褒められる。叫ぶ本人も何かを成した気になれる。お、でもそりゃファッションでやってるだけの連中だろ。それでいいんだよね。そこなんだよ、私たちが集めたかったのはそういった輩だった。今の時代そういう人間は吐いて捨てるほどいる。そして予感は的中。数さえいればってことなんだね。そんな連中が私たちの元に集い始め、組織はどんどん大きくなっていった。うん、見えだけでも数さえ多ければね。組織の中に桜の女性も大量に用意したよ。彼女らは熱心な信者をさらに増やし続けてくれた。クメなんかもそれで釣られた口だったなあいつ女に釣られたんかい。クメ横浜の支部長か。なるほど、あいつらしい釣られ方だな。その後多少の時間はかかったが、ブリーチジャパンは全国へ広がっていった。全国広がったのすごいよね。すると思わぬボーナスもあった。ボーナス？グレーゾーンってやつを追求すると大抵地元の腐った権力者たちが関わっているものでね。お？そういった政治家や役人は脇が甘い人間が多い。そして同時に金と裏社会の権力にはめっぽう弱い。腐ってる連中はそういうもんだろうな。だからそういう連中に取り入って弱みを調べ上げるのは簡単だった。なるほど。簡単な割に明るみに出れば一瞬で破滅するような裏の情報がたくさん手に入った。それがボーナスか。それを脅しに使ったわけか。 その情報で我々はいつでも彼らを好きに操れる。ま、どっちもどっちだな。今ブリーチジャパンのメンバーは何人いるの？全国の支部を合わせれば常駐する人間が500。常駐が 500？ 500 か。結構いるな。ただしデモに参加するだけのものなら10万はいる。あ、10万？めちゃめちゃいるやん。そのトップにいる人間を君らは今監禁しているんだ。いやいやいや、なんかお前肝に銘じとくよ。早く解放しろよみたいな感じ言うなよ。今お前ただの一人の人間だぞ。調子乗んなよ。私からも一つ聞いていいか、春日さん。あん？あんたはここで何をしてるんだ。元荒川組なんだろ。なんなら私から知事に頼んでもいい。組に戻りたければそうできるようにしてやる。いらねえよそんなの。よく考えてみろ、偉人さんの肩を持ってこの先どうなる。
そんな面倒なこと忘れちまったらどうだ。確かに面倒なことになっちまってるな。そうだろう。だったら今すぐ私を解放しろ。それが最もお互いに良策だ。勘違いすんじゃねえ。俺は組に戻りたいわけでも、偉人さんに味方してるわけでもねえ。うちの店長を殺したやつを追っかけてただけだ。そうね。そもそもマブチやあんたらの計画なんて俺は全く知りゃしなかったんだ。うまい。操れると思ったら大間違いだぜ。頭いいあんたならわかるよな。俺らがここまで動いてきた理由ってのは、鼻から損得感情じゃねえ。お前とは違うんだ。強いて言や、売られた喧嘩を買ったことがきっかけだ。そして先に喧嘩売ってきたな。そっちなんだぜ、小笠原。そうよ、久米に言ってやりなさい。久米君に。簡単にはいかなかったな。次からはもっと慎重に言葉を選ぶんだな。さっちゃん、なんか言ってやれよ。若にとってブリーチジャパンは都知事への踏み台。何年も前からそこまで計算してたわけか。やりやがれね、さすが若。頭は良さそうだったもんな。あ、まだ話聞く？続いては？続きをやろうか、小笠原さんよ。おい、喋るよ。ブリーチジャパンを広げて、その後あんたと若は組織の全国展開を見届けると、あの人は次のステップに移った。国政か。メディアへの積極的な露出の働きかけだ。そしてそれも狙いは的中。精力的に活動するブリーチジャパンの設立者としていろんな取材が殺到した。テレビコメンテーターにもなり、世間の評判は上々だった。それでそのまま都知事選か。あの人は爽やかで、カメラ映りがとてもいいからな。若の笑顔が爽やかって、テレビ映りってそんなに大事なもんかね。大事なんてもんじゃない。発する言葉も大事だが、誰が言っているのか、その顔つきはどうなのか、それが全てと言ってもいい。で、それから、いよいよ。ああ、そして2010年、参院選で初出馬した。おお。その時政治にかける決意を表明し、ブリーチジャパンを脱退。表向きの話ではあるがね。だろうな。だって今も、あんたはあの人の言いなりだもんな。そうでしょ？何ムッとしてんの？続き。話してくれ。参院選では民事党の推薦も受けて初当選、楽勝だった。そして2年前には都知事選へ立候補した。その時も楽勝だったんだろう。楽勝か。楽勝は厳しいんじゃない？違うのか。知名度、好感度ともにあの人は飛び抜けていたし、資金に困ることもなかった。さらに荒川組が対立候補たちの弱みを探り出してくれた。強すぎ。転んでも負けがないようにあらゆる手が打たれていた選挙だった。楽勝どころかパーフェクト、完全勝利だった。すげえな。現職の人とかもいたんでしょうけど。その勢いのまま知事就任からわずか半年後に、例の神室町産経作戦で東上会を駆逐し、世間はその手腕を絶賛した。まあそれも荒川組から知事に、東上会の内情が筒抜けだったおかげでできたことだけどな。その時の様子がこれだな。堀之内とでも手組んでるってやべえな。この極道を一掃した戦果が青木知事の人気を不動のものにしたんだ。同じ女をね、極道を一掃って狙ってたんだもんな。結局すぐ近江連合の連中に取って代わっただけだぜ。確かに東上会の消えた神室町にはすぐに荒川真澄が近江の極道を引き込んだ。そして
その見返りが若頭代行の地位だったんだろう。でもそのことに世間は文句を言わなかった。近江は派手な戦争をして鴨野町に進出したわけじゃない。東条会が一掃されて、そこからしばらくして穏便にことを進めていたからな。でも誰か気づくだろう。そうでしょう。東条会がいなくなったとしても、チンピラくらいどの町にもいるもんだ。まあね。それが近江なのか誰なのか、政権は興味なんて持たないよ。噂になりそうだけどな、さすがに。まあな。そして結果は、荒川親子は手を取り合って成り上がった。手を取り合って？親父は若頭代行に、そして知事も日本最大の組織近江連合という後ろ盾を得た。でもよ、ちょっと待てや。おやっさん、そんなことする人なのかな。世間はどうであれ、警察はさすがに気づくだろう。その時警視庁は何も言わなかったのか、近江連合の東京進出に。堀之内が関わってるからね。警視庁はそれを黙認せざるを得なかった。そういう事情があってね。事情？東条会が消えてた瞬間からすぐに大門を持たないギャングがいくつも現れるようになった。彼らは少人数で思い思いの犯罪を起こすだけの連中だよ。秩序も横のつながりもなく、警察にしてみれば情報を手に入れづらい。カムロ町の検挙率は目に見えて下がり始めた。いやいや、絶対最初から低かったでしょ。しかしあいつらポンコツだもんね。近江連合が町の裏社会を牛耳ったなら、何かあっても知事や荒川組を通して話し合いができる。警視庁が手っ取り早く荒れかけた治安を取り戻すのに近江は有用だった。皮肉なもんだよ。ヤクザを消した後に必要なのがヤクザだったとはね。なるほど。おまけに警視総監は荒川組から賄賂を受け取ってる。そうだろ？え？知らんかったんかい。つまりそのズブズブの関係を取り持ってやった張本人が都知事だったわけだろ。カムロ町も警察、知事、ヤクザががっちり三すくみとなりゃ、偉人さんのことを笑っちゃいらんねえな。あんたは何だ？何が言いたい？知らないのか？警視総監の堀之内は近江に町を牛耳らせて賄賂まで取ってるはずだ。そんなことまでは知らない。とぼけるな！東条会が消えた後、カムロ町に近江連合が来て、それをよしと警察が認めたってことは、そのトップだってそれを認めたってことだ。ただでそれを認めるか？堀之内はそんな人間じゃねえ。絶対にメリットがあったはずだ。女だ。何を証拠にそんなこと。だからその証拠を聞いてるんだ。何かその証拠はねえのか。あるだろう。あ？ないよ。あったとしても私が知るわけない。私は知事のしもべでしかないんだから。ああ、しもべって認めちゃった。あだちさん、落ち着けよ。あだちさんは、まあ、堀之内と因縁があるからな、しょうがない。あ、意外と引き下がったね。人気の知事になった若は、あの、この後何を。早い。なんで都知事の若が今偉人町にまで手を伸ばしてきてんだ。それも若の意思なんだ。ああ、ただ狙いは偉人町というより荻窪豊かだ。偽札か。荻窪？都知事選で圧勝し、メディア活動も高く評価されて以来、青木亮の影響力は内閣でさえ無視できないところまで来ていた。しかし民事党の重鎮、幹事長の荻窪豊だけは動じなかった。さすがの貫禄だね。でも狙うにもあんたらには手強すぎる相手じゃねえの。ああ、普通に考えたら手も足も出ない相手だ。でも偽札のことを知ったんだね。荻窪の正体に気づいたそうだよ。荻窪は裏社会の力を飼いならしているということに。自分が使ってるからね。つかんだろ。いや、でもあの人には確信があった。なぜなら知事も同じやり方でのし上がってきた人間だ。同じ匂いを持つ人間に出会えば瞬時に見抜くものさ。
荻窪を潰せばその後釜に座れるのは自分だけ。他に邪魔する者はいない。はあ、でもそう簡単に行くか。知事の行動は十分に賞賛があってのこと。だからこそわざわざ偉人町に目を向け始めたんだ。偉人町には荻窪と裏社会のつながりを暴くネタが必ずあると睨んだんだよ。なぜなら同じ穴のムジナだから。てか品のない言い方だが、そういうことだ。でその計画の実行のために偉人町のブリーチジャパンにあんたが送り込まれた。だな。で失敗した。だな。失敗したんだよお前は。そしてまずはハンピン・リューマンの真淵を取り込んだ。ひょっとして自分らには近江の後ろ盾があって、協力すれば近江でいい肩書きを約束してやるなんて真淵にちらつかせたりしたのかな。真淵は以前から偉人帳を3つに分け合うことに不満を持っていた。あ、そうなの。その上真淵はハンピン・リューマンのナンバー2、不満分子で影響力も大きい人間、いい人間に目をつけたもんだね。その真淵にあんたはうちの店長を殺させた。自殺に見せかけて。あの殺しが偉人さん同士を疑心暗鬼にさせる火種になった。あれを言い出したのは誰だ。真淵だよ。真淵、肉の壁を熟知してこその案だ。だがさすがに私も殺しには賛成しかねた。止めろよ。じゃあ実際に店長は殺された。だとしたらあんたは賛成しなくとも誰かは賛成したんじゃねえのか。そうだろう。誰だ、言ってみろ。若か。いえ、賛成したのはあんたのボス青木亮だろ。ああ、ある日知事に真淵の計画を報告した。リスクの大きい話だけに私はあらかじめ別の計画も考えておいた。でも知事の判断は真淵の計画で何も問題ないだった。荻窪を出し抜くには大きなリスクもやむなしと。ただしその分リターンは大きいはずだと。人を殺すのに何も問題ないかよ。若変わっちまったな。そうやって肉の壁に入った亀裂を誰かさんが広げていった。おい。俺のせいだ。俺のせいじゃねえよ。気を悪くするな。お前でなくとも亀裂を見た誰かがいずれは動き、混乱は起きていた。そして真淵はその様子にあれこれ難癖つけて、結果的には清流会を必ず抗争に引き込む気だった。お？そうだ、そうやって起きた混乱の中に荻窪と裏社会がつながる何かが見つかるはずだった。何かがね。そして偉人さんを何十年も支えてきたという偽札事業が現れた。予想は的中したんだ。予想は的中？カッコつけてんじゃねえ。結果的に見つけただけだろ。そうだ、その情報を持ち込んでくれたのは君のお友達だったな。難波くん。難波さんのおかげで偽札のこともその心臓部の位置も我々は掴むことができた。今日近江連合を大動員できたのもその情報があってこそだった。ぜひお礼が言いたい。彼は今どこかな。調子に乗るな。余計な口は聞かなくていい。はいはい。なんだよこいつ、舐めやがって。ソイ、この後はどうなる。偽札事業を潰された以上、もはや荻窪豊かに特別な力はない。その時点で青木亮の目的は達成されたはずだ。今後偉人帳がどうなるかは奴の出方次第だ。コミジュルの女王ともあろうものがのんきな。喋んなよお前。この町もカムロ町と同じ運命さ。なんだと。ここも時期近江連合に牛耳られる。
もう彼らを止める肉の壁はないんだからな。そうだろう。まあ青龍会と半ピン、お、大丈夫か。ヤクザだ、こっちに向かってきてる。近江連合だな。うちの場所がバレたのか。奴らの数は見かけたら5人くらいだけどよ。あ、5人か。いろいろ連絡取り合ってるようだったぜ。応援寄ってんのかも。その情報もう少し早く欲しかったですね。来たー、5人。いや結構いる。5人どころじゃねえ。わしはどうも踊れるには鼻が利くらしい。どなたでしたっけ。あれ、村長か。村長、村長。悪いな、お前らを隠しきれなくて。サーチャー、そんな、謝るのはこっちです。また悪そうな顔が。私はここだ、早く助けてくれ。何言ってんだよ。この手が沢城の頭に伝えてもらいます。お、沢城。わかった、わかったから早く。ちょうど仲いいのか、沢城の頭。よっしゃ、張り切っていくぜ。皆殺しにしたりゃ。行くぜ。